いちきいるよ。皆さんおはようございます、いちきです。今日はですね、野池に来てます。秋の野池。最近ね、ちょっとバス本当に釣れてないんで、なんとか今日はここの野池ね、地蔵のように動かず、今日は一箇所でちょっと粘ってやっていきたいなと思ってます。こうね、前私はね、スプリットショットで1回40アップと、あともう1本30後半ぐらいのが釣れたことがあるんで、まあ噂によってはね、でかいのもいるらしいんですよ。なので今日はちょっと誰もいないんですよ。今日結構人気なんですけど、だいたい人いるんですけど、今日誰もいなくて、多分この野池で今日一人目なんじゃないかなっていうチャンスですね。なのでもうちょっと風もあって、水自体は満水、秋のバスを釣れたらいいなぁ。本当に最近釣れてないからマジで悔しい。なんとか一本ちょっと釣って帰りたいと思います。お願いします。一木いるよっていうのさ、一木いるよっていうのはあれよ、あのこの間のフィッシングトレインでちょっとね流行ったやつそうそう、はい、ちょっとねやってみました。いやー釣れるかなー。まあいいや、ちょっとやってみたいと思います。準備していきましょう。今日は今日はちょっとね、初おろし加藤さんにもらったやつ、これ履いていこう。いや釣れるんですか秋。もうなんか全然さ、霞とか行ってもさ、もう全然釣れないんだよ。どうしたもんだよ。GoPro つけてね、フルフッキングをなんとかして、フルフッキング決めたい。今日はマジで本当にそう思ってるから、気合入れてるから。だって秋のさ、秋の野池ってもうなんか秋といえば野池みたいな、よく聞くじゃん、秋の野池って。でもね、減衰 してないのよ。本当にフル満水だから大丈夫なのかな。と、一発目がこちらスピナーベイトでは、あれですね、こうか、ボトムアップのビーブル。あと、こいつちょっと今日使ってみようかなっていうの、カバースキャット。なんか最近巷で噂のカバースキャット、これこの間の桧原湖で手に入れたんで、ちょっと使ってみようかな。今日はちょっとこのベイト2本でやってみたいと思います。 GO。
人が増え始めてね、窓なりに入られちゃって移動します。びっくりしちゃった。あっちにちょっと行くとね、あれがあるんですよ。なんかちっちゃい島みたいなの、オーバーハングみたいなのがあるから、ちょっとねその辺を、その辺は多分今日誰もやってないと思うんで、その辺をやっていこうかなと思います。どこにいるんだろうね。あっちはさっきやったとこはちょっと風が当たってたから、どっちがいいんだろう。で今向かってるところがもう全く風が当たってなくて、もう流れも、流れっていうのもないんだけど、池だから穏やかな感じ。端っこまで行ってみるか。ただね、何もカバンとかね持たずにこれ2本できちゃって、ワームとか取れたらまた向こう戻んなきゃいけないのはちょっとしんどいね。持ってくればよかった。ちょっとねカバースキャットで、名前の通りカバー入れて見ようかな。注文もあるんだよねこっち。原因ついた。こんな感じですね。オーバーハングでね、なんかね、なんかもうこの辺のとこに入れていけたら。触れないよ。さっきの当たったのは何だったんだろう。ここ